なんか週刊ポストに今度発売される江守敬次氏の「アクションや」っていう本の内容のことが一部、紹介してあったんですけども、アクション様が小さい時のこととか小室圭の結婚問題のことについてもいろいろと書かれてたんですけども、今度「アクションや」っていう本を出す江守氏っていうのは、5年間で37回アクション邸を訪問したっていう形で、結構。そうですね、結構だからズブズブの記者というかところなんですけども、はい。もともとこの江守氏の妻が学習院大学の経済学部で、なんか助手のような仕事をしてたみたいで、そこで紀子様とか川島達彦さんとも知り合ったっていう形で、で、そこからその京都訪問の時に初めて面会をして、でそこからもう30年以上の取材を続けてるっていう形で、はい。長いことね、会ってるっていう形なんでしょうけども、その中には眞子さんの結婚について、秋篠様が、小室家は別にパラリーガルのままでいいよみたいな感じの、考えだったみたいな感じのことも書かれたりとかね。それはその婚約内定報道があった時のことなんですけども、はいはい。で、その時は奥の総合事務所で、パラリーガルとして、大体年収300万ぐらいかなみたいな感じでは言われてたんですけども、そのままでいいよと。そうだ、今のだからそのパラリーガルとして、それを定職として大丈夫だよみたいな感じでの、発言があったみたいですけども、はいそこからいろいろあってね、そのフォーダム大学に行って、司法試験を受けてって形で、2回落ちたことについても、それほど気にしないだろうみたいな感じのことでは書かれてたんですけども、ただ2回落ちたっていうことで、はい。今はなんかね、そのニューヨークにも入れないんちゃうかっていう、ビザも便利な状態なんでね、で結局だからそこで働けないんちゃうかっていう、厳しい状況ではあるんでしょうけども、どうなるかなってことではありますけども、でも3回目受けることを表明してますからね、小室圭さんは。そうですね。とりあえず3回目までは受けるんでしょうけどね、4回目があるかはちょっと微妙ですけど。だからその昭島様としたら、仕事がパラリーガルだけども、今の眞子さんにはぴったりちゃうかっていう、そのレベルの男で十分だろうっていう形でね、考えたんかも分からないですけど、昭島様がね、一番その眞子さんの本当の学力っていうのは分かってるでしょうから、このぐらいの男でぴったりちゃうかっていう形では、あったんちゃうかっていうことなんでしょ自うけ分どのも。娘をかなり低く見積もってるんですね、でも。低くっていうかね、マコさんが本当に英語喋れないことも知ってるだろうし、一ああ。番ね、よく分かってるでしょうはから、いはいそはれはどっか分かんないですけども、ただなんかそのちなみに秋篠さんの部屋のことにもついて書かれてたんですけども、い。はい。秋篠さんの部屋っていうのは結構なんか動物の剥製とかもたくさんあったりとかして、いろいろ珍しいものとかも置いてるんですけども、はい。ただそういったものを置くことによって、初対面の訪問者ともなんか会話が弾むようにみたいな感じで置かれてるみたいな感じで、気になりますもんね、剥製置いてあったら。なんかこれ何みたいな感じでね、自分で口下手でシャイだって感じで取られてるから、はい。その辺で、それを置いてるみたいな感じで言ってましたけども、ちょっとそれにしてもね、ちょっと悪趣味かなってところではありますけども、確かに。他はね、やっぱその美智子様をなんか持ち上げるエピソードとか結構載ってるみたいですね。いくつか紹介されてましたけども、はちなみにその上皇様については、この秋篠様が小さい時なのか何歳ぐらいのことか分かんないですけども、ペットとして飼ってた天竺ネズミをなんか冬に池とかで泳がしたみたいで、はでそのさすがにね、その心臓麻痺を起こして亡くなったみたいなんですけども、い。その場面をちょうどなんかその上皇様が通りかかって、何やってるんだみたいな感じで送られたことがあって、で、そして天竺ネズミを泳がしたら亡くなったみたいな感じのことを言ったら、上皇様は怒ってね、白石さんを池の中にぶち込んだみたいな感じのことも書かれたみたいですけども。それはほんまなんかちょっと微妙っすけどね。いや、それはほんまでしょう ね。あ、ほんまなんすか。だから自分で言ってるわけだから、自分でその昭島様の証言っていう形で言ってるわけだから、だから、冬の意見に。そうですね、だから冬の意見に天竺ネズミを入れて、はい。亡くなったのは、なんでかってことを、考えてみなさいっていう形で、自分を池にね、放り込むことで、身をもって。寒いやろっていう形で、そういう形でのことなんでしょうけど も、はいはいはい。それはね、冬の池とかって凍るぐらい冷たいぐらいだからね、そうですよね。それは分かるだろうっていう形で、これが別に何歳のエピソードかは分かんないんで、何とも言えないですけども、結構なね、ちょっと中学校ぐらいになってそんなも分からんのかみたいなこともあるかも分かんないし、それは何歳ぐらいなのかがね、いや、確かに。ちょっと分かんないんで何とも言えないんですけども、さすがに小さすぎたらね、かわいそうやなっていうのはありますけども。ね、結構浅い池なんですかね、その溺れるような池じゃないというか、足がもう別に足首ぐらいまでのというか。池やからね、それは足がつくレベルでしょうけどね。はいはいはい。じゃあちょっと下半身が濡れたぐらいのことなんですかね。だから天竺ネズミを泳がすぐらいやから、すぐ拾えるぐらいのね、浅さなんでしょうけどね。はい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 。なかなかね、その辺で、一応上皇様
様からは主に動物の知識を教えてもらったみたいな感じで書かれてて、はい、でまあ、それが今後、まあ、シャチ様に受け継がれるだろうみたいな感じの設定では書かれてましたけども、あ、まあ、だからトンボとかもそうですし生き物も好きなんですね、シャチ様は、うん、っていう設定にはしてるみたいですね。あ、設定なんですね。まあ、上皇ご夫妻がまあその天皇陛下からねその生前退院する時のことに関してはその秋島ご夫妻と子供3人で、まあ、テレビをつけて見てたみたいなんですけども、はい、まあ、一応なんかその時のことは事前には知らされてたんだけども、まあ、一応テレビの前で見てたっていう形で、うん、で秋島様の考えとしても、まあ、一定の年齢を超えたら、まあ、余生を大事にすることは天皇陛下であっても、まあ、同じ人間として人間的に生きる権利っていう観点からは大切なことじゃないかって形で、まあ、考えられてるっていうことでは話されてたみたいですね。はいはいはい。まあ、だからまあ秋島様も一定の年齢になったら、まあ、功績離脱をほのめかす発言なんかもしれないのかなっていうところではあるんでしょうけどね。まあその人間らしい生き方をさせてくれっていう形で、うん、まあ、タイに女またしてるからみたいな感じで周りがする可能性もあるのかなってことなんでしょうけども。秋篠宮家はじゃあ秋篠宮様もそうですし、まあ、佳子様はもちろんそうですけど、みんな出たいんですね、自由になりたいっていう。まあ秋篠さん出たいんちゃうかなと思うんですけどね。はいはいはい。秋篠様が国民と大きく違いを感じるのはどこ行くにしても必ず何人か付き人がついてきて、それがなんか嫌みたいな感じのことも書かれて、ああまあね、まあおそらくまあ一般の国民も同じような生活させられたらみんな嫌がるだろうみたいな感じのことも書かれてて、はい、まあ、当然ね、はいはい、そうあるでしょうけどね。まあね、なんかその三笠宮の長女秋子様のお母さんでね、信子様もなんかストレス性喘息の療養とかをずっとしてるみたいですけど、はいはい、やっぱそのストレスがかかるんですかね、精神的にもこういうところっていうのは。まあいろんなあれはあるんでしょうけどね。だからまあその辺を、まあ、天皇陛下とかは幼少期から、まあ、まあ学習院とか帝王学を学んだりとかして、はい、そういう使命なんだよみたいな感じでね教えられたんかもわかんないですけども、はいはい、まあ、秋島様はそういったことを教えられてきてないから、まあそういう感じでなっていくのも仕方がないのかなっていう形でね、まあ、一般国民みたいな感じでのそういったのもあったでしょうから。人によるんでしょうけど、秋篠宮様って髪染めてない時ってもう真っ白じゃないですか、髪の毛。まあですかね。なんか、うん、あれもまあまあ人によると思うんですけど、とはいえでも50代ぐらいであんなに真っ白ってね、結構まあ多くはないというか。はいはい。だからそれもなんか結構ね、ストレス抱える人はなんか髪真っ白になるとか白髪が多くなるとか言うじゃないですか。そう関係するんですかね、なんか。あれ自分で真っ白にしたんじゃないんですかね。あれ自分でやってるんですか。いや、わかんないですけども。自分でやってるんだとしたらちょっと申し訳ないですけど、まあ多分普通に白髪なのかなと思って、たまにいますからね、その若いのに真っ白の人とかもまあいますし、はいはいはい、悩みが多い人とかね、白髪が増えるとかなんか言うじゃないですか。はいはい、はい。そういうことなんかなと思ってましたけど。なんか途中経過がないから、いきなり真っ白やから、まあ、最初からあれなんかなと思って、まあ、それはわかんないですけどね。なんかお笑い芸人の小籔一豊さんかな、はいはい、とかも髪染めてるけど、染めてなかったらもう全部真っ白なんやって言ってね、たまに YouTube とかで上げてましたけど、ストレスがかかるからなとか言ってましたけど、なんかそういうことなんかなと思ってましたけど。まあ、なんかあの人はなんかハゲを隠すためにもなんか金髪みたいな感じのこともね言ってましたけどね。ああ、ちょっと薄くなってきたからってことですね。うん、そしたら分かりにくいからって感じのこともあったりとかするんでしょうけども。まあ、ちなみになんかパラリーガルでもいいって言った発言には続きがあって、はい、小室圭がパラリーガルで、まあ、低収入でも眞子さんが働くとか、東京都市の家賃が高いから、まあ、離れたところでねマンションを探して住むとか、まあ、そういった具合に工夫しながら身の丈に合った生活をすればいいんちゃうかみたいな感じのことを、まあ、言ってたみたいですけども、はい、ただまあ今ニューヨークでね全然身の丈に合ってないというか、まあね、まあ、そういう形で、まあ、それは今どう考えてるのかなとかではあるんでしょうけども、はいはいはい、まあでもどうなんでしょう、秋篠宮様の感覚からしたら豪邸とかいい家っていうわけじゃないから、今住んでるところが2人が、はいはい、まあこんなもんなんじゃないのと思ってるかもしれないですね。国民からしたらね、なんか5、60万とかで7、80万みたいな家賃とか高いけど、そうですね、そんな高いところじゃないと秋篠宮様は思ってるかもしれないですけど。いや、今はだから身の丈に合ってないっていう形で思ってるから、何か思ってることはあるのかもわかんないですけどね。まあ、今だから収入に合わせたところに住めばいいっていう形で、はいはい、言ってたのに、はい、まあ、その収入には合ってないところに住んでるわけだからね。家賃が収入を超えてますもんね、この計算。そうですね。まあでも秋篠様もね、もともと上皇ご夫妻が生前退院するときに次の天皇陛下を決定する皇太子にするっていう案があったけども、はい、まあ、次の天皇陛下は嫌だっていう形で、まあ、その皇嗣っていうのを選んだわけなんで、はい、でまあそれはまあその功績をいつでも離脱できるっていうことが条件に、まあそれを選んだのかなってところがあるからね、まあ、今後まあ功績離脱することもあるかもわかんないですけどね。まあありえなくはないですね。もともとまあその皇族妃が3倍になって、まあ謝礼婚も今まで通りもらえるっていう、まあ最高の形を取りたかったから、はい、まあ、今の皇嗣っていうのをまあ取ったのかなっていう形ではまああったんでしょうけども、まあ、今後ね、まあ、その秋島家の方ではまあ、マクさんの次に、まあ、佳子様のことも控えてますけども、はい、まあ、女性セブンの方ではね、佳子様のことも書かれてたんですけども、うん、まあ、ちょっとまあその小室圭と結婚準備が報じられた時っていうのは、
まあ、眞子さんがちょうど25歳の時だったから、佳子さまも今27歳かな。ああ、超えてるんですね。まあ、その年齢超えてるから、はいはいはい、うん、まあ、ちょっとまあ皇室の籠の中にいる佳子さまはどう考えてるのかみたいな感じのこともまあ書かれてて、うん、でも最近では佳子さまはなんかゴールデンウィークの、ね、5月7日とかにも、まあ、眞子さんから引き継いだ緑の感謝祭とかにも出席されたりとかして、ああ、してましたね。ただまあその、まあ、眞子さんからまあ引き継いだ、まあ、公務をやってたんでしょうけども、はい、まあ、今なんか全日本ろうあ連盟の非常勤で週3勤務みたいですね。ああぐらいしか行ってないみたいですね。うん、そうですね、うん、しかも非常勤っていう形で週3勤務だけでもテレワークみたいですね。はい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 、じゃほとんどもろうあ連盟でテレワークってどういうことやねんって感じなんですけどね。まあ確かにね。うん、なんかねめちゃめちゃ仕事に支障があるというか、はい、なんか特にすることないやろって感じで、実質何もしてないのかなっていう、一応あの出勤したことにしとってくれみたいな感じでねやってるんでしょうけども、でもまあこれだけねこの功績離脱したいって各様はもうみんなに知れ渡ってる中で、こういう公務だったりこういう仕事だったりとかも、まあ、いやいややってるんだろうなってどういう目で見たらいいのかねちょっとわからないですけど、うん、一応なんかその佳子さまもなんか現在もなんか眞子さんとは頻繁に連絡を取り合っているみたいで、ああそうなんですね。まあもともとその昭島家っていうのは佳子さまと紀子さまがまあなんかたびたび衝突されてるっていう形で、はい、まあ、よくなんかあのダンススクールのことも書かれたりとかしてね、ダンスのこともまあへそ出しルックをして皇族にふさわしくないみたいな感じでね、はいはいはい、紀子さまからね注意されたりとかしてたみたいですけども、うん、ただまあその紀子さまって言ったらね、まあおなじみでテニスとかでパンツ丸出しとかでノブラジョギングしたりとかして、ね、はい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 、まあそういうといやお前に言われたくないわみたいな感じで、まあさすがにお子さんもね佳子さんもそういう感じで反抗されたんかも分からないですけどね。あ、そういう意味ではお母さんの背中を見て育ったのかもしれないですね。うん、いやお前に言われたくないわって感じで、ね、なったんかも分からないですけども、はい、逆になんかその悠仁さまに対しては全然怒らないみたいで、まあその辺にもなんか不満を持ってるみたいですね。まあ年の離れたね、あ、まあ、一応まあ佳子さまも悠仁さまのことはまあ可愛がられてたんだけども、はい、まあ、それは甘やかしすぎる紀子さまとはなんかちょっとまあ疑問を持たれてたみたいな感じで、はいはいはい、でもまあ佳子さまもねなんか最近ではなんか喋り方とかも変わってきて、悠仁さまを支える立場の自覚が出てきたんじゃないかみたいなね記事とかも書かれるようになってどうなんかなと思いますけど、あ、まあね、うん、まあ、ちなみになんかその結婚の会見の時はハグをしてねすぐにまた結婚会場に向かってましたけども、はい、あれはなんか眞子さんになんか黙ってたのか、秘密裏に会場となったホテルに向かわれましたみたいな感じで書かれてましたけどね。サプライズみたいなことあったんですか。まあその後行くみたいな感じのことを言わずに、はい、まあ、黙って結婚会場に行ったんですよね。でまあその後にまあ2人が結婚できたことを嬉しく思っておりますみたいな感じで、はいはい、佳子さまだけがまあ不思議をしたみたいな感じなんでしょうけども、あ、まあ、一応まあ佳子さまはまあ身長派やから、まあ眞子さんみたいに強行結婚にはならないだろうけども、はい、国民からね納得と祝福が得られる形で進められるだろうみたいな感じではまあ抱えてたんですけども、まあさすがにね小室圭みたいな男は連れてこないだろうし、まあね、まあそこまでひどい相手ではないんだろうなっていうことはあるんでしょうけども、どうなるかなってところでしょうけどね。でも強行結婚周りがさせないでしょうけどね、もうさすがに、まあね、まあ普通の相手だったらそこまでいかないんだろうけども、うん、普通はねなんか職も安定してっていうところなんでしょうけど、まあなんか学生のうちにプロポーズですからね、はい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 、まあ、その辺からまあもともと間違ってるっていうのはあるんでしょうけども、まあ昭島ご夫妻とってもさすがにこれ以上国民を裏切れないというか、まあ、これ以上やばい状態にできないって感じで、ですよね、まあ、佳子さまにはちょっとまあ細心の注意を払われるだろうっていう形では書かれてて、な逆にその結婚相手が見つかっても、まあ、そのトントン拍子にはいかないだろうっていう形でね、まあそうでしょう、まあ、ちゃんとしっかりと見られてっていう形ではなるんでしょうけども、だいぶ調べられるでしょうね今回はね婚約者も、うん、そうですね、まあ、そういったのもあるし、まあ、今後はなんか有識者会議とかで話し合われているのはなんか女性皇族も結婚後も皇室に残らんというのがあって、はい、まあ、佳子さまは結婚後も皇室に残ることは反対という形でまあ言っているんですけども、うん、まあ、その辺で実はその彬子さまという人がいているんですけども、この彬子さまは皇族の立場を保ちながら今なんか京都で暮らしているという形で、もう普通になんかその仕事場にもバス通勤されたりとかして結構もう溶け込まれてるみたいで、はいはい、まあ、そういったところにも憧れてるんちゃうかなっていうのはあるんですけども、なるほど、ただまあさすがに昭島ご夫妻もの理解が得られないだろうみたいな感じのことで、ね、書かれてましたけど、まあね、まあ今なんかその昭島邸っていうのはねなんかやたら改築工事とかも、まあ、308億とか、まあ、そんな感じで35億かな、はいはいはい、まあ、えらいねバカ高い費用をかけて、まあ、雇って当然、まあ、佳子さまの部屋も用意したのに、まあ、お前すぐ出ていくんかいみたいな感じで、まあ、批判材料にもなるだろうし、結構お金かかってるでしょうしね佳子さまの部屋にも、まあそうですね、うん、まあ、その改修工事自体にも批判上がってるんだけども、まあ、それ以上に住まへんのかいみたいな感じのこともなるだろうしね、確かにね、まあ、それで
まあ、出ていくのも難しいかなって言ってもありますけどね。はい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 。でもどんな形になろうが、佳子様はね、結局自分から出ていくんでしょうし。そうですね。だからまあね、この部屋も使わないかもしれないし、まあどうなるかわからないですけど、なんかお相手がね、まあ今もいてるとかいてないとかっていうのも言われてますけど、まあいてないんであればね、出会う機会っていうのもまあ、今のところあんまりないっていうかね、その職場にもあんま行ってないしとか。まあそうでしょうね。だからやっぱ用意されるんですかね、周りにこの人がいいんじゃないかみたいな人を。ああ、なかなかそういう縁談っていうのはないでしょうね。もうその秋島家っていうのはどういうところが分かってるから、まあ両家からしたら愛さん無理やって感じになるでしょうからはい、はい、まあさすがにそういう形ではまあ難しいかなとかではまああるんでしょうけども、まあこの辺が今後どうなるかってところでしょうね。まあなんか親がね、秋島屋さんって分かってたらもう男側もね、まあそれで言ったらなんかあのさんまさんの娘さんのイマルさんもね、はいはい、親がさんまやからもうなかなか難しいわとかって、いやようテレビでネタにして言ってますけど、はいはい、やっぱりね、親が秋篠宮さんって分かると男側もちょっといやーって感じになりますもんね。まあこの間ね、なんか伊勢神宮の参拝とかでは、まあ押さないでとか走らないでとか、まあ物を投げないでみたいな感じでね、まあ、ペットボトル投げないでみたいな感じで、まあ、具体的に言われたりとかして、はいはいはい、まあさすがにね、そんだけまあ国民から嫌われてるってのもあるし、警察の人もまあ予想外だったでしょうけどね、ここまでなんか逆にガラガラだったんかみたいな感じでね。まあね、こんなに出動したのにみたいな。そう、なんか3、40人しか集まってなかったみたいな感じでね、書かれたりとか。はいはい。過去にでも実際に物を投げられたことはあるんですかね、はいはい、秋篠宮様は。やっぱないけど、一応もう予防のために言ってるんですかね。まあないけども、一応まあ警備の中で、まあ今度は切られとったらそういう形でもあるやろうって形で。まああり得るということですよね。そういう形で備えてたんでしょうけども。まあただなかなかね、まあ、待ってくれてた30人のファンだったのか、ヤジだったのか分かんないけども、うん、まあその人らには、まあお辞儀をすることなくというか、まあ、お手振りをすることなく、ホテルの中に入っていたみたいですけどね。みたいですね。なんか、橿原の神宮駅前のホテルの方では、なんかそういう形で行ってて、で、一応なんかその参拝の様子とかも動画とか映ってましたけども、なんかその車のナンバープレート見たら、2310で、踏み人やったんですけどね。この秋島は踏み人しんのっていう形で、はいはいはい、だからまあナンバーもこだわったのかなって思って。まあこの辺はね、なんかナンバープレートなんか一応指定した番号だったらちょっと金がちょっと高めになるというか、そういったのもあるんですけど、まあそういったのもまあ税金でね買ってるのを考えるとまあどうなのかなっていう、はいはいはい、ね、その高めのナンバープレートで購入した割には別に国民にね挨拶するわけでもなく、確かに確かに、まあ、そのまま去っていくっていう形で、まあ他にもなんかね、不正になんか予算を使ってるみたいなこともね、篠原丈一郎さんと安住明子さんの対談とかでもされてたみたいで、うん、まあ、この辺またねちょっとまあ追求していくんでしょうけども、まあ、今後どんな展開になっていくのかなってところなんでしょうけどね。いやー、本当そうですよね。なんか最近ね、この3月4月5月と立て続けに吉野家がね3連チャン炎上っていうので、なんでこんなに炎上が続くんだ吉野家はみたいな記事も上がってましたけど、はいはい、まあ、それ以上に秋篠宮さんはね、もう何年もずっと炎上がって何連チャン続いてるんだぐらい続いてますから、まあ、真子さんの結婚にしてもね、紀子様の弟さんの再婚相手にしてもね、秋篠様にしても、はいはいはい、まあ、疑惑は尽きないですけども、まあ、今後どんな展開を迎えていくのか、皆さんの予想とかも聞かせてもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとはチャンネル登録、まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。